孫子で28日、芸能の神として知られる弁財天に舞などを奉納する観月会が開かれました。この観月会は中秋の名月を楽しむ芸術の秋にちなみ、孫子が毎年開いているもので、今年で25周年を迎えます。お寺には高浜町内をはじめ関西地方などから合わせておよそ30人が訪れました。この日はまず孫子の杉本隆信住職がおよそ800年前の鎌倉時代の作とされる弁財天座像を前に般若心経を読み上げました。続いて山村五流の深尾王将さんが献花を行った後、長きにわたり献花した深尾さんの功績をたたえ感謝状が贈られました。また若狭町のソプラノ歌手高木和美さんの歌声や孫子の杉本房子さんらによる舞などが奉納され、会場を盛り上げていました。今年は25周年を記念して書のパフォーマンスが行われ、長野県在住の笛奏者雲龍さんの演奏に合わせて、水墨画家で中国出身の王石明さんがダイナミックに蓮と馬を描きました。会場に訪れた人たちは様々な出し物を通して芸術の秋を楽しんでいました。